マイクスターンはアメリカ合衆国のジャズギタリスト。マイルス・デイビスが1981年にカムバックした際、ギタリストとして抜擢されて注目を浴びる。妻はギタリスト兼歌手のレニスターン。ボストンのバークリーを音楽大学出身。在学中はミック・グッドリック、ゲイリー・バートンらに支持。同行の講師であったパッド・メセニーに勧められて、 ブラッド・スウェット・ティアーズのオーディションに参加し、1976年に正式メンバーとして加入。その後2年間ともに活動。同バンドのアルバム数本にも加わっている。1979年、スターンはビリー・コブ・ハムのフュージョンバンドに参加した。2年後、同時期に抜擢されたサックス奏者のビル・エヴァンスの紹介により、マイルス・デイビスのグループに参加。 1981年6月27日に、ボストンのナイトクラブでデビュー。アルバム、ザ・マン・ウィズ・ザ・ホーン、スター・ピープルのレコーディングにも参加した。1983年までマイルスのバンドに参加した。あと、1983年から1984年に、かけては、ジャコ・パストリアスのアルバム、ワード・オブ・マウスに伴うツアーのバンドに参加。 1985年にはマイルスのバンドに復帰し、1年近くツアーに同行した。ちなみに、当時のマイク・スターンは現在とは違い、異常な肥満体系であり、マイルスから FAT タイムと言われており、彼のディストーションの効いたサウンドによるジャズアプローチが聞けるザ・マン・ウィズ・ザ・ホーン収録曲はファットタイムと名付けられた。マイルスはスターンに常々、 ジミ・ヘンドリックスのように弾けと支持していたと言われている。1983年、ソロデビュー作となるアルバム、ファットタイムが日本のトリオレコードからリリースされた。マイルスのバンドではディストーションの効いたロック的なプレイを聞かせていたが、本作では随所にビバップ的なアプローチを見せた。1986年、2作目、アップサイドダウンサイドがアトランティックレコードから、 リリースされた。この作品にはジャコ・パストリアスやデイビッド・サンボーン、マイケル・ブレッカーらが参加している。1986年にはステップス・ア・ヘッドに参加。その後1988年までマイケル・ブレッカーバンドの一員として活躍した。スターン3作目のアトランティックレコードリリースのアルバムである1988年のタイム・イン・プレイスでは ドラムスのピーター・アースキン、キーボードのジム・ビアード、ベースのジェフ・アンド・リュース、パーカッションのドン・アライアス及びオルガンのドン・グロルニックが参加。続く1989年のアルバム、ジグソーは、スティーブ・カーンがプロデュースした。1989年、スターンは、ボブ・バーグとユニットを結成。このユニットには、デニス・チェンバースとリンカー・ン・ゴーインズも参加した。 このユニットは1992年まで活動し、アルバムオッツ・オア・イーブンズを制作している。スターンは1992年に再結成されたブレッカーブラザーズに参加、2年間活動を共にすることになる。また1993年には古典的なジャズギターを披露したアルバムスタンダードを発表。ギタープレイヤー史の読者や評論家の選ぶ年間。 ベストジャズギタリストに選ばれた。ちなみに、マイクは1994年の Is What It Is、1996年の Between the Line でグラミー賞にノミネートされている。1997年には、ジョン・パティ・ツッチ、ジャック・ディ・ジョネット、ドン・アライアス、マイケル・ブレッカー、デイビッド・サンボーンらが参加したアルバム Give and Take を発表。オービル・ W ・ギブソン賞を受賞している。 マイルスバンドに参加した当時はフェンダーストラトキャスターを愛用していたが、盗難に遭い、妻のレニからフェンダーテレキャスターを借用、以降メインギターに昇格する。このテレキャスターはフロントにギブソンサイズのハムバッキングピックアップが装着されていた。やがてロジャーサドースキーの工房と契約し、シグネチャーモデルを発売、自らもシグネチャーモデルを使用するようになる。 サドースキーとの契約が切れるとヤマハと契約を結び、シグネーチャーモデルを発売。シグネーチャーモデルの仕様はいずれもほぼ同じで、アッシュのボディに、メップル1ピースネック、テレキャスターのボディ形状、ピックアップはフロントが、セイモアダンカンの59、リアは同じくテレキャスター用ホットレールズである。本人は気に入った個体を、もっぱら使用するため、 現在のメインギターであるヤマハのパシフィカ 1511MS も市場の塗装は大半が剥げ落ちている。エフェクターはさほど多くないが彼の代名詞とも言えるのがヤマハの SPX90 という1985年発売のマルチエフェクターである。マイクスターンはこのエフェクター中のピッチシフトのプログラムを愛用し数千とのみ原音からずらしたエフェクト音を付加する。 ことで、コーラスに近い効果を得ている。その他、ボスのデジタルディレイの使用も確認されている。アンプも、ヤマハが1979年に発売した F100 から212というソリッドステートの100、ワットアンプのヘッドを利用し、スピーカーは外部の4発入りスピーカーボックスを付加して鳴らしている。現在も使用している他のアンプヘッドには、一時期プロの間に浸透した。 フィアース社のものがある。ヤマハの F シリーズのコンボも使用していて、同じものを使い続けているせいか動画などで確認、できる個体は外観がボロボロである。歪み系のエフェクターとしては、昔からボス社の DS-1 を愛用している。DS-1 の使用は、予備もボードに組み込んであり、通常2機。ありがとうございます。